ハップル宇宙望遠鏡が撮影した渦巻銀河 NGC4414 ハップル宇宙望遠鏡が撮影した渦巻銀河 M51 の中心部過剰腕に沿って非領域やダークレインが存在している渦巻構造を作る密度波渦巻銀河は銀河のハップル分類における種類の一つ渦巻銀河は以下のような特徴を持つ渦巻銀河は ディスク内に明るい過剰腕を持っているためにその名がついている。過剰腕はバルジから外側に向かって、螺旋を描くように伸びており、腕に沿って、ダークレーンと呼ばれる暗い筋状の構造や火、領域などの星形成の盛んな領域が見られる。渦巻き銀河の中には、羊毛状渦巻き銀河と呼ばれる、あまり明瞭でない切れ切れの過剰腕を持つような銀河も、あるが、 この過剰腕の存在によって、渦巻き銀河とレンズ状銀河は区別される。渦巻き銀河のディスクは大きな楕円体の銀河波浪に取り囲まれている。銀河波浪には種族2の星が含まれ、その多くは球状星団として存在し、銀河中心の周囲を軌道運動している。我々の銀河系も渦巻き銀河であり、ハップル分類では SB に相当すると考えられて、 いたが、最近の研究では、銀河系は、某渦巻き銀河であるという説が有力であり、その場合には、SBB に相当するのではないかとされている。渦巻き銀河の過剰腕がなぜできるかについて初期に、研究を行ったのは、ベルティル・リンドブラッドである。彼は、星が、永久に、螺旋状に配列していると仮定すると、巻き込みのジレンマによって、いずれ腕は何重にも、巻き込まれてしまい。 現在のような安定した姿を保つことはできないことを示した。銀河ディスクは回転の角速度が銀河中心からの距離によって異なる。作動回転をしているため、車輪のスポークのような同型方向に伸びる腕があったとしても、銀河の回転によってすぐに巻きついてしまう。実際の銀河の腕はこのようにはなっていない。1964年。 シーシーリンとフランク中がこの問題を解決する理論を初めて提案した。彼らは過剰ではディスクに生じた螺旋状の密度波が目に見えているものだと指摘した。彼らはディスク内の星の軌道がわずかに楕円軌道を描いており、その楕円軌道の向きが星同士互いに相関を持っていて銀河中心からの距離に応じて滑らかに少しずつ変化していると仮定した。 星の軌道がこのような条件に従っているとディスク内に星の密度の高い部分が螺旋状にできることを彼らは示した。従ってディスク内の星は現在我々が観測した位置にいつまでも留まっているわけではなく軌道運動によって腕の部分を定期的に通り抜けていることになる。これはよくところどころに渋滞が発生している高速道路に例えられる。 渋滞が発生している箇所が銀河の過剰腕に相当する。渋滞の中にいる自動車はそこに留まっているのではなく、低速ながらも走っており、いずれ渋滞部分を抜け出す。これと同様に、過剰腕を構成している星は常に同じではなく、入れ替わっているが、腕自体は星の密度が高い部分として同じ位置に存在し続ける。AB、オックスフォード天文学辞典 朝倉書店、初版第1冊、38ページ。ISBN4-254150172。日本大百科全書の解説、過剰構造密度ハリロン。ありがとうございます。